福豆ご飯美味しそうに炊けました。こんにちは、一生太らない食トレーニング研究所所長管理栄養士の木下智恵です。もうすぐ2月といえば節分。2021年、今年の節分は2月2日です。皆さんは節分の日に何をしますか？最近では恵方巻きを食べるというイメージが強い節分ですが、子供が所長の頃は恵方巻きを食べる習慣はなく、この福豆を家族で巻いて、巻き終わった後に年の数だけ食べるというのが楽しみな習慣でした。福豆の栄養素と太らない食べ方についてご紹介します。動画の最後に福豆とアーモンドの栄養素の比較をお話ししています。見逃さないように最後までご覧くださいね。この福豆、自分の年の数と同じまたは一つ多く食べると体が丈夫になり風邪をひかないと言われています。昔はもっと食べたいなと思っていた福豆ですが、今年はなんと50粒も食べることができます。50粒ってどのぐらいの量なんでしょうか？50粒も食べられるかなと思いますので、50粒は何グラムぐらいあるか調べてみたいと思います。はい、では買ってきた福豆、この袋には 50g 福豆が入っていますが、50粒で何グラムぐらいあるのか数えていきます。50g で足りなかったらどうしようという気もしますが、数えていきます。10粒です。はい、50粒数えました。50粒の福豆は 16g でした。意外とそんなに量はなかったですね。これなら食べられそうです。炒り大豆の 16g の栄養価はエネルギーが 70kcal、 タンパク質が 6g、脂質が 3.5g、 炭水化物が 5.3g、 食物繊維が 3.1g です。これだけでタンパク質が 6g 含まれてるって結構多い気がしますね。大豆は畑の肉とも呼ばれるようにタンパク質が豊富で、ビタミンはビタミン B 群、ミネラルはカリウム、マグネシウム、鉄が豊富です。そのまま食べても美味しい福豆ですが、ついつい食べ過ぎてしまいそうなので、今日はご飯と一緒に炊いて福豆ご飯にしていきたいと思います。はい、福豆ご飯美味しそうに炊けました。特に味はつけずに炊いたんですけれども、いった大豆の美味しさがご飯に移っていて美味しく食べられました。ぜひ皆さんも年の数だけ食べて福豆が余ったら作ってみてください。ここで所長から福豆を食べる時の注意点についてお知らせします。福豆などの豆やナッツ類など硬くて噛み砕く必要がある食品は、5歳以下のお子さんは喉や気管支に詰まると窒息を起こしやすく大変危険です。事故に気をつけて福
豆を楽しんでくださいね。おやつとして人気のシアキアーモンドと福豆の栄養価を比較してみました。福豆も 16g、 アーモンドも 16g です。数えたところちょうど16粒あったので、種類にもよると思いますが、だいたい仕分けアーモンド1粒は 1g ぐらいになるようです。煎り大豆の栄養価50粒 16g で、エネルギー 70kcal、 タンパク質 6g、 脂質 3.5g、 炭水化物 5.3g、 食物繊維 3.1g です。そして煎りアーモンドは16粒で 16g、エネルギーは 97kcal、 タンパク質は 3.2g、 脂質は 8.7g、 食物繊維は 1.8g です。ナッツと比べてみると、煎り大豆は高タンパク質で低脂質な食品と言えます。食物繊維も豊富なので、高タンパク質低脂質を心がけている方はおやつに煎り大豆いかがでしょうか。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。福豆についてよく分かった、ためになった、福豆ご飯食べてみたいと思った方はいいねボタンを押してお知らせください。これからも季節の食材の栄養素や太らない食べ方についてご紹介していきます。登録はまだお済みでない方は、この機会にチャンネル登録、通知をオンにしてお見逃しがないようにしてください。それではまた次回の動画で皆様にお目にかかれることを楽しみにしています。オンラインで一生太らない栄養学入門料理教室開催しております。詳細は動画説明欄よりご覧ください。